どうもみなさんこんにちはこんばんはパパテラです最新アップデートリーク情報まとめです今週のアップデートは1月の11日木曜日18時以降にきますそしてついに新車両1台追加されますバブルケード XL 価格は166万5000ドルこれ全機種で販売されますそしてまだまだ新車両というのは今後追加されるものがありまして えー、ベンソン、例えばクラッキンベルのバンですね。これはおそらくペガサス車両なのであんま買わなくていいと思います。で、ガントレットのインターセプター、まあ、ポリスカーですね。これがとにかく高い。400万から542万とお金貯めておく必要あります。また、ボーラ、STD171 万5000ドル。そしてまだ2台あります。こちらの車両が、えー、ターミナス187万7000。結構お金ね、かかってきますね。さらに、南さんアドレスから。 インペイラー SZ というねカプリス風の車両え128万となっていますけれどもやっぱりねカスタム代込みにするとプラス100万ぐらいかかるようぐらいにね予算ね用意しておくといいと思いますそして今週追加されるアルバニー,えーガバルケイド XL この新車両がえおそらくラグジュアリーオートにもえ展示される可能性ありということなのでインターネットの販売から購入するのか もしくは展示車両から買うのかよくね、えー、見極めてみてくださいネットで買うより展示品の方がレアなカスタムがついてるときありますそして報酬3倍はコミュニティジョブということで初心者さんでも比較的稼ぎやすくなったり大勢で遊ぶと結構稼げるようになりますねで、えー、ちょっといい部分ですね報酬2倍のレッカーの仕事ということでこれサルベージヤードを持ってる人レッカーの仕事ってあります車両を取ってきてサルベージするってやつなんですけどこれが初めて 報酬2倍きますなので、えー、今後ねサルベージュ系のものがまたどんどん報酬2倍ってねどんどん解放されていく可能性第一歩ということでねまずはレッカー車が報酬2倍なかなかいいんじゃないでしょうかそして、えー、それ以外にも 重機版は40%割引の武器がありますよとか、えー、無料の車両でラッキーホイールはこの車両ですよっていう部分はあえて訳しませんので、えー、当日アップデート来た時に一緒に楽しみに見てみましょう。そして LS 解除も同じくリークはされていますけれども、まあおそらく非売品かなという感じで、えー、まあ楽しみに待っておきましょう。で、えー、この w 級で x l すでに敵が乗っているということで、えー、もうすでにオンライン上でプレイヤーさん持っている人とか普通に LS カーミーティング会場で変えちゃったりもしている人もいるんですけれども、まあ、めちゃくちゃ速いかって言ったらそういうわけじゃないんですが、えー、でかいし迫力あるしかっこいいですねで結構車高も意外と落ちるんですハの字めちゃくちゃ切るんですただちょっとねよく言えばホイール 細いかなーって感じはするんですけど、えー、そういった車両ですでかいですで価格もまあ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 って感じですね是非、まあ、ねお金貯めといてね買えるように準備しておいてくださいそれ以外にもまだまだ新車両追加されますからどれが欲しいかプラスカスタム代金どれぐらいかちゃんと考えておきお金を貯めといてくださいまあ、ここ最近 えー、例えばですね、エージェンシーの公衆電話の暗殺ミッションの報酬が減額されるだとか、まあ、去年はカヨペリコ強盗の、ねえー、報酬が減額されるとか、いろいろ調整入ってますが、えー、クールダウンタイムが長くなるものもあれば、短くなるものもあったりとか、いろいろ変化はしてますけれども、今できるお金稼ぎって、実はまだまだたくさんあるし、初心者さんが、えー、ランク1からでも全然ね、成り上がること可能です。 で詳しくはね概要欄に初心者講座とか今できるお金稼ぎ貼っておきますで今週、えー、アップデートが来たらサルベージヤードの強盗がまた更新されるプラスレッカーの仕事が初めて報酬2倍ということで、まあ、このレッカーの仕事って何なのということなんですけど自分でレッカーね、えーまあ、車両を取ってきます盗んできますであとは、まあ、自分のサルベージヤードで、えー、部品をバラバラにして で、勝手に売ってくれるみたいな感じなので、とりあえずアップデート前でも多分大丈夫なので、まあ、車両をね、えー、何台か盗んでくる、2台ぐらいはね、ストックできると思います。で、えー、取ってきてで、アップデート後にまあ売却されるぐらいな感じでね、えー、プレイ、えー、g t 1をね、うまくプレイしておけば、報酬2倍で入ってくるんじゃないでしょうか。まぜ、あ、ひね、まだサルベージヤード持ってないよっていう人は、正直、これ、 めちゃくちゃお金稼げるかっていう施設ではないんですけれどもそうじゃないんですけど内容が面白い序文になってます今までにないような、えー、ものになってますのでサルベージアードまあぜひねお金余裕が出てきたら、えー、購入してもいいかなと思います初心者さんはまずね、えー、この初心者講座第1弾 GT オンライン初心者講座1これを参考にしてもらってこれ PS5 版の話になりますけど参考にしてもらって次に えー、300万のスーパーカーを無料でもらったり100万ドルの現金をもらったりしてペーパーラボのビジネスもできるようにするそしてカヨペリッコ強盗ができるように偵察をしっかりとやるそして次に調達、まあ、これねいろんな調達いっぱい用意されてるんですけど正直必要最低限のものでいいんです余計なものやらなくていいんですそうするとねすごく時間短縮できますそして初めてでも簡単にクリアできる 火曜ピリコ強盗フィナーレプラス実は初回ボーナスが結構多いんです、まあ、初回ボーナス含めて200万ぐらいねいきなりえもらえるんで火曜ピリコ強盗ト始めるためのコサトカを買って220万使ったのに200万ちょいね戻ってきますなので、まあ、全然やる価値あるんですそして今、えー、新車両今後ね追加される車両ですね、まあ、こういった車両クラッキンベル 68万5000円。これはあんまり、うん、いらないかもしれないですね。ペガサス車両ですね、おそらくね。で、これですね。みんな欲しがってるの、たぶんこれ。400万から540万。まあ、ミッションやると解除ってなってますので、えそのアップデートが追加されたら、また案内していきます。そして、ボーラー STD、171万5000円。さらに、ジープ風の車両ですね。これも人気あると思います。187万。なかなか高いですよ。カスタム込みで250万ぐらいいきますね。 そしてパパテラが注目しているのはインペイラー SZ、まあ、カフリスセダンっぽいんですよね。まあ、ぜひ、ね、これをめちゃくちゃ車高を下げたりとかして、えー、乗ってみたいと思います。というわけで今できるお金稼ぎを参考にしながらそして初心者さんは、えー、初心者講座2024を参考にしながら、えー、ぜひ、ね、目標となる車両ちょっと見つけてみて今後追加される車両の中から、ね、見つけてみてで目標の額を決めて そこに向けて報酬2倍とか報酬3倍をうまく活用してください基本的には、えー、毎週来る報酬2倍とか3倍を積極的にやった方が、えー、初心者さん何にもない時はねやった方が稼げますである程度施設系、えー、例えばエージェンシーとかオートショップとか火曜ペリコゴートできるコサトカとかまたはペーパーラボできるビジネスとかナイトクラブとかそういうものを手に入れれば、まあ、安定して稼げるようになりますので えー、今後のアップデートに備えてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。えー、チャンネル登録と高評価ボタンぜひよろしくお願いします。